はい、どうもめチャンネルです。今日私はですね、東京銀座のですね、アロフト銀座東京の方にね、宿泊しております。で、チェックインがね、先ほど終わってですね、これからちょっと館内の方ね、うろうろしたりとかね、ちょっとしてみたいなと思います。で、まずね、ルーフトップバーの方に行ってですね、まあ夕飯ね、レストラン予約して来たいなと思ってます。明日のね、朝食なんかもこちらの動画でね、お届けできればなと思います。じゃあ早速ね、暗くなる前の一回ルーフトップバーね、見に行っていきたいと思います。行ってまいります。はい、じゃあね、ルーフトップバーの方にね、行ってみたいと思います。おー、屋上もね、こんな感じで。おしゃれですね。ルーフドッグ。今日はね、8時過ぎぐらいまでしかやってないみたいですね。ああ、こうやってね、スカイツリーが見えて。こういった感じでね、メニュー、注文することができます。こんな感じのね、眺望でございまして、ちょうどね、こちら昭和通りの方ですね。なので北側の方を通ってると、東側の方ね、通ってるような感じですね。で、正面ね、スカイツリー。今日はね、8時までやってないみたいなんでね、こんな感じでございます。はい、こういったね、メニューなんかもね、ございますね。ドリンクのラストが7時半になります。あ、承知しました。通常は何時までなんですか？通常も8時までなんですけど、これから延長する。あ、まだ。なるほど。いや、一回で今日はって言って、今日は8時までなんで言ってたんで、わかりました。はい、こんな感じですね。もうちょっとね、暗くなったらもう一回来てみたいと思います。はい。こういう感じでね、雰囲気ありますよね。はい。じゃあね、今お部屋の方に戻ってきましてね、ちょっとゆっくりしました。で、もうね、18時になりますんで、今日はですね、こちらのアロフトのレストランでディナーを食べたいなと思いまして、まあ、最近ね、カハラホテルとかもそうですし、ヒルトンの瀬底リゾートなんかもね、行った際に、やっぱりレストランでね、非常に苦戦をしたというかですね、苦い思いをしたっていうこともありまして、きちんとね、予約取らせていただきました。と言ってもね、当日ですけどね、先ほど空いてますかって取ったところ、まあ場所柄っていうこともあってね、やっぱり皆さんホテルで食べない方もいらっしゃるんでしょうね。全然普通に余裕で予約がね、取れました。はい、まあ良かったです。なのでこれからですね、レストランの方に行ってね、ディナーを食べていきたいなと思います。じゃあね、早速行ってまいります。はい。レストランはね、こちらの2階になります。ジムもね、2階の方にあるみたいです。はい。下がね、レストランですね。あ、もう待ち合わせです。すごい。バイクとか置いてあるんですね。めっちゃハーレーが置いてありますよ。いい感じです。ああ。こういった照明なんかもね、非常におしゃれですね。なんかね、映し出されてますね。ちょっとランチメニューがございます。承知しました。はい、今から。はい。これ何でしたっけ、地域共通クーポン使う場合はお部屋付けじゃない方がいいですか？お部屋付けでも。そうですね。お部屋付けでも大丈夫です。あ、わかりました。はい。お部屋で払うか、まあこちらでやって、はい、おそらく差額が出てくる場合は、まあここで使って、はい、差額をまあ部屋付けした方が一番スムーズだと思います。あ、わかりました。じゃあそのようにさせていただきます。はいはい、メニューの方ね、いただきました。こういう感じのね、メニュー。うん。まあ、グラスワインとかね、一杯も1500円、1200円とかそういう感じですね。で、ビールとか、ビール800円とかね、そんな感じです。一般的なね、感じかなと思います。もうここランチですね。ブレックファーストメニューがあって、ディナーってどういう感じなんだろう？アラカルト。これかな？ここのね、アラカルトから選んでいくような形ですね。左側がね、英文で、右側がね、日本語文になってますね。和文ですね。はい、こういったね、富士サーモンとかね、北海道のモッツァレラチーズとか、温野菜のサラダとか、そんな感じのメニューですね。がっつりっていう感じではあんまりないですね。焼き鳥とか、生姜焼きとか、あ、がっつりありましたね。
で、こちらのね、GoTo でもらえるね、トラベル共通クーポン、地域共通クーポンに関しましてはね、お部屋付けなんかでもね、使えるみたいなんでね、非常に助かります。最悪ね、ここで部屋とは関係なくね、生産した方がいいのかなと思いましたけど、使えるっていうことなんでね。はい。じゃあ、5000円分使っていきたいなと思います。はい。まあ、レイ君以外にもね、ちっちゃいお子さんね、いらっしゃってね、個人的には、なんか、ほっとしますね。よかったです。はい。じゃあね、注文して食べていきたいと思います。大丈夫です。飲み物から。いいですか？はい。普通にソフトドリンクのフリープロー、はい。2つ。はい。この量、どんくらいですか？イメージ。その量、大体2人でシェアできます。ただ1人分としては、おそらくまあ、スープ、この2種類。あとはシェアできますので。じゃあ、ちょっとなんか、ちょっと2人だったら多いんじゃないかって言ったら止めてください。はい。結構お腹空いてます。あ、結構お腹空いてます。はい。わかりました。じゃあ、とりあえず今サラダ空いてますけど、ラーメン。はい。ラーメン。ラーメン。ラーメン。かしこまりました。ラーメン。今サラダ空いてますけど、ラーメン。そう。ラーメンもあります。はい、ありましたよね。はい。なんか美味しそうだから、甘草代用ラーメン。はい、それは最後の締めでよろしいですか？いや、もう全部一緒でいいです。出来次第でよろしいですか？もう全部出来次第です。結構他のテーブルもカルト入ってるので、ちょっと、あ、もうちょっと、ものもあると思うので、はい、お任せします。で、苦手な食材はアレルギーもないです。大丈夫です。シーザーサラダ。はい。あ、すいません。もう読まれましたね。すみません。あと、はい、あれ、子羊のロースト。はい。あと何？もし食べるなら、あともう一品ぐらいで。あ、あれ忘れてた。オニオングラタンスープ。オニオングラタンスープ。多くはなさそうですか？もう僕大体、はい、食べれちゃうけど、まあ。シーザーサラダ、まあ、2人で分けて、ランを分けて、ランを分けて。はい。もし食べるとしたら、もう一品はいけると思います。うん、今ね、お出しさせていただきました。レイ君もね、結構かまってくれて非常に助かってます。ラーメンとかね、頼みましたけどね。ラーメンとか使うようなね、カトラリーじゃないんですよね。はい。そしてね、こちら、パンをね、持ってきていただきました。こんな感じのね、ああ、美味しそう。ちょっとずつね、食べてください。料理とね、一緒に召し上がってくださいっていうことでしたね。ああ、まだちょっとあったかいです。はい、でここね、最近のオープンした、ね、ホテルと比べてね、やっぱりレストラン非常に落ち着いててね、いいです。で、レイ君もにもね、非常にスタッフさん構っていただいてね、非常に助かってます。めちゃめちゃね、落ち着いてるんで絡むことがね、できるような感じになってますね。うん、非常にね、いい空間になってますね。はい、でこういった感じでね、ベルト付きのね、ちゃんとね、ベビーチェアもございます。でこちらがね、マスコーキーになってますね。折りたたんでマスクを、ね、挟むような形になってます。はい、注文してましたね、シーザーサラダとオニオングラタンスープがね、届きました。めちゃめちゃ美味しそうです。シーザーサラダもね、チキンがついてるんですね。じゃあね、分けて食べていきたいと思います。はい、じゃあね、いただきます。あ、チーズがね、すごいもういい匂いがしますよ。いただきます。うん、うまい。あ、チーズがめっちゃ濃厚だな。じゃあチキンの方ね、いただきます。ふわつなチキンで結構なボリュームあるチキンです。いただきます。うん、もうね、表面の皮がね、すごく香ばしくて、お肉の方もね、噛むとすごいジューシーなんです。もう切るだけでね、結構肉汁が出てくる感じ。めっちゃ美味しいです。じゃあ一旦ね、こちらを置いて、オニオングラタンスープね、食べていきたいと思います。スプーンもね、2つつけていただいてます。こんな感じのね。おぉ。熱そう。熱々と言ってました。じゃあね、いただきます。うん、甘い。めっちゃ甘い。これはうまい。うん。ああ、うまい。もうね、本当に玉ねぎのね、甘さが最高ですね。めちゃめちゃ美味しい。最高です。このね、オニオングラタンスープにつけてね、食べるのもよしです。めちゃめちゃこのね、オニオングラタンスープが美味しいです。甘い。多分めっちゃね、焦がさないように相当の時間ね、鍋でね、玉ねぎかき混ぜてると思います。これはうまい。はい、衣
子羊のローストとですね、こちらのね、知多さんのおすすめ鮮魚のロースト。これはね、ヤガラというお魚みたいでですね、調べたらね、すごい魚でした。見たことない。はい。でもね、味は抜群ということなんでね、期待して食べていきたいと思います。はい。それじゃあね、いただきまーす。ああ、すごい弾力がありますね。いただきます。おいしそう。うん。あ、うまい。臭みとかね、もう一切なく、歯応えがすごいしっかりしますけど、噛んだらね、肉汁と一緒に旨味がね、すごい出てきました。めちゃめちゃうまい。付け合わせのね、きな粉とかもね、食べていきたいと思います。うん、美味しい。あ、きな粉も美味しい。美味しいです。はい、じゃあね、続いてお魚ね、いただきたいと思います。ヤガラ、見た目はすごいんでね、もしご興味あれば調べてみてください。ヤガラです。美味しそう。いただきます。あ、いい匂いですね。うんうん、ふわっと広がる感じ。うん、独特な柔らかさがありますね。あ、美味しい。失礼します。ではこちらラーメンを持ちました。あ、ラーメン来ました。お箸をお使いください。ヤガラ美味しいです。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、今ね、ヤガラを食べてる途中にね、もう一番最初に頼んだ締めのラーメン来ちゃいました。なので、のみちは前にちょっと、ね、移していきたいと思います。はい、このラーメンどうですか。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。ね、黄金スープみたいな感じします。美味しそう。ちょっとね、他のメニューもね、中途半端になっちゃってますけど、食べていきたいと思います。はい、めちゃめちゃ美味しそうです。こんな感じの、いやー美味しそうですね。じゃあね、いただきます。じゃあね、まずスープから。あ、めちゃめちゃ優しい。うまい。うん、これ優しいスープだな。うん、スープだけで止まんないです。うまい。じゃあね、肝心のラーメンいただきます。うん、さっぱり、さっぱりあっさりですね。本当に締めのラーメンって感じです。うん、おいしい。1階のですね、 XYG バーの方でですね、ちょっとライブの方ね、覗きに行きたいと思います。やっぱりね、また夜になると雰囲気がね、全然変わりますよね。いい感じです。パジャマをお願いしたく、はい、どうぞこちらで。あ、もう置いてあるんだ、はい、さっきなかったから申し訳ございません。ちょうど夕方ぐらいに戻ってきます。なるほど、申し訳ございません。ありがとうございます。はい、お水もどうぞ好きなだけ。ありがとうございます。はい、はい、お水とね、パジャマがね、このように置いてございます。はいね、お好きなだけ持っていきます。はい、こちらがね、ミニバーの代わりとなってるね。結構ね、いろんな種類がね、置いてございますね。ね、はい、こんな感じです。はい、パジャマもね、ゲットしましたので、一番ね、屋上の眺めをね、ちょっと覗きたいなと思います。はい、屋上にね、到着しました。やっぱりね、夜の方が綺麗でしょうかね。あ、スカイツリーがね、もう見えますよ。はい、こんな感じでね、でこういったね、雰囲気のね、ところに座ってね、飲んだりもできますんでね、非常にいいですね。
はようございます。昨日はですね、食事をしてライブをねちょっと見てね、屋上行って戻ってきて、レイ君寝かせてからね、ジム行ったりとかちょっと動画編集したりしたいなと思ったんですけどね、寝かせようと思ったところ一緒にねそのまま寝てしまいました。いやでもね、ベッドもね程よい硬さでね、枕も柔らかすぎず硬すぎずでね、寝心地良かったですね。はい、ちょっとねこれから準備をして、朝食ね取っていきたいなと思います。でその後ねジムなんかも見て、今日はね16時までレイトチェックアウトさせていただく形になりますんでね、ホテル内でゆっくりちょっと過ごしたいなと思います。じゃあね朝食向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、じゃあね朝食会場の方にね向かっていきます。朝でもねお昼でもこういうねエレベーターホールですね。はい、で2階がねまた朝食会場になりますんで、そのままね2階のフィットネスの方ね、朝食終わったら寄っていきたいと思います。2階です。おはようございます。おはようございます。お願いします。はい、お席どこがいいですか。ここでいいです。昨日と一緒です。昨日と一緒です。あ、ここで、はい、皆さん朝早く召し上がった感じです。そんなに思ったよりない。今日はずっとこんな感じです。あ、オープンしてる。もしかしたらこれから、うん、おい、あ、ごめんね。珍しいのかな。頭気をつけてね。はい、ありがとうございます。すいません。はい、はい、昨日とねディナーと同じ席をねご案内していただきました。はい、では朝食メニューですね。はい、3種類、向こうのカウンターでシリアル、パン、あとヨーグルトなどをご用意させていただいてます。でそれにサラダ、スープ、卵がついてます。はい、でこちらが卵がないタイプ。なるほど。でサラダとスープの代わりにおにぎりと味噌汁になります。そしたらじゃあこの卵料理ありのやつで、はい、僕ブラックアイスもできますか。アイスもできますよ。ブラックのアイスコーヒーで。はい、朝食ね会場今こういう感じですね。そんなに人いなくて8時40分ですけどね、うちともう一組ねいらっしゃるぐらいでございます。でね、今日朝からねこんな感じですって言ってましたので、ひょっとするとこれからかもしれませんということですので、8時ぐらいがね思ったよりピークではないのかなと思います。はい、こういった感じのねシリアルが置いてございます。そしてドリンクね、これはまあ自分で取るわけじゃなくて取ってもらう形にはなりますけど、ここのねコップが注がれてますんで、これを持っていくような感じですね。でコーヒーマシンはね依頼してお願いするような形です。そしてパンですね、もう結構ね種類あります。ざっと見ただけでも6、7、8種類ぐらいありますかね。ダークチョコドーナツとアーモンドチョコクラウネ。基本これ一定あれ取ってもらう感じですね。はい、パンとドーナツはちょっとあのカバーがないので。ああ、パンもじゃあいいですか、お願いして。どうしよう、シナモンロールとクロワッサンで。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。はい、サラダとねフルーツと、今日はねかぼちゃのスープみたいですけど、こういったものをいただきました。あとでね卵料理がまたメインでやってまいります。いただきます。うん、昨日絡んでいただいて。どうも、おはよう。あれもう忘れちゃった。もう忘れちゃった。今お腹空いてんだよね。たくさん食べてね。ありがとうございます。ゆっくりお休みいただけました。いや、もうぐっすりです。はい、卵料理ねやってきました。こちらのねオムレツとハムとねソーセージお願いします。
ふわふわですね、うまい。はい、今ね朝食食べ終わりまして、フィットネスクラブこちらですね。お手洗いもねこの奥にあるみたいですね。なるほど。でカードキーをねかざさないといけないので、はい、ちょっとねかざしてみます。このようにね開きました。そんなにね広くはないですけど、ああ機材はねすごい立派なね、しっかりとした機材がね置いてございますね。タオルとこういったねお水の、やっぱりね鏡張りになってるんでね広く感じますね、非常にね。はい、こういった昭和通りをね望みながらトレーニングするという感じです。うん、いいじゃないですか。はい、食事を終えてですねお部屋の方に戻ってまいりました。いや本当にね朝食も美味しかったです。昨日のねディナーも途中でね戻ってきてお話できませんでしたけど、全てのね料理が本当にね美味しかった、ラーメン一杯ね、まあ、1800円とかしますけど、そのラーメンもね非常に美味しかったですしね、何よりねスタッフのね気配りっていうのがね本当に細かく、まあそんなにやっぱりねお客様がいらっしゃってないんで手がね回るっていうことも正直あるとは思いますけど、まあ行き届いたねサービス受けられたなというふうに印象としては受けました。で朝食会場にもですね、なんとねレイ君に話しかけてくれたねおじさん、まあちょっと動画上では映ってませんけどね、総支配人の方なんですよ。そういった方がね朝食会場に赴いて各ねテーブルお客様いるところに回ってって、昨日はゆっくりお過ごしできましたかなんていうふうにね聞くホテル、まあ素晴らしいなと思います。うん、ここ、まあ、205室でですね、まあ、ここで引き合いに出すのもちょっと変な話かもしれませんけど、先日泊まりましたね、港未来にできた某新しいホテルね、あそこで、まあ、一部屋がね、50平米以上大体あるホテルとなってますんで、客室数はね、146ですけど、もう全然ね、やっぱり混み具合っていうのがね、全然違いますし、スタッフのね、余裕具合も全然違いました。まあそこまでやっぱりここは混んでないっていうのはね、ありますけど、ただあちらのホテルでもね、146室ですけど、朝食会場に、まあ例えば総支配人が回ってね、どうでしたかなんて聞くかっていうと、そういうこともありませんでしたしね。まあやっぱりそういった総支配人トップの方がね、そういったスタンスでね、そういう考えでね、接客をされてるっていうホテルはね、非常に伸びるというかですね、悪くなるはずがないんじゃないかなというふうに正直ね、思っております。で、サービス自体はね、もう申し分なくてですね、まあすごい改まってるわけじゃないんですけど、ね、総支配人の方もすごいね、フランクな方でね、この人が総支配人か、みたいなね、格好でございましたけどね、非常にね、レイ君に接していただいてね、よくしていただいたなっていうふうに思っております。まあ私ね、都内ですし、まあ銀座に泊まる理由っていうのは正直ないですけど、なんか理由をね、見つけて、なんかね、また泊まりに行きたいなって思えるね、ホテルでございました。うん、非常に良かったです。お風呂なんかもね、バスタブはありませんけど、シャワーだけでもね、レイ君普通にね、遊ばせたりできましたし、シャワーヘッドをね、一番緩い、シャワーの水圧にして、まあ、下に置いてね、こう、噴水みたいな感じにね、してレイ君遊びんでくれましたんでね、そういった形で体洗ったりとかも全然ね、できましたんで、まあ、ちょっとね、工夫すれば、お子さんもね、シャワーだけでも問題ないんじゃないかなというふうに思いました。ということでね、まあ、総括すると非常にね、いいホテルで、なんて言うんですかね、居心地がすごくね、良かったなっていうふうに思えるホテルでございました。はい。まあ、皆さんもね、もし機会がありましたら、このホテルね、ライブなんかもね、楽しんでいただくことできますしね。あ、当然ホテル内で食事取らなくても場所から銀座ですからね、あちこちでも食べるものありますし、目の前がね、ローソンなんかもありますから、なんかね、うまく利用できるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、機会があれば泊まってみていただいたらどうでしょうか。はい。というわけで今回のね動画はこちらで以上になります。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄、下の方に Twitter、LINE、Instagram 私やってましてね、URL 貼ってありますのでぜひチェック、フォローよろしくお願いいたします。またね、引き続きこういった動画お届けしていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。はい、こちらのね、WXYZ バーの方でね、やってまいりました。結構ね、おしゃれな感じですね。こういう感じのね、今ブースの中にね、入りました。でね、メニューはね、こういう感じで、カクテルとかね、ありますね。アロフトカクテル、アロフトピンクとかオペラとかね、こんな感じの。ウォッカベースのカクテルです。アロフトピンク。
やすい。イチゴなのかな。